ここで台風12号の情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。この時間のひまわり画像を見ますと、本州の南海上に雲の塊があります。こちら台風12号の雲となります。また先行する形で秋雨前線の雲が西日本、東日本の広い範囲にかかっていまして、太平洋側の一部で雨が降り出しています。でこの後の台風の予想進路ですけれども、15時の実況解析で中心気圧975ヘクトパスカルと少し発達をしています。最大瞬間風速も45メートルとなっていまして、これから明日にかけてはこの勢力を維持したまま紀伊半島の南海上に達する予想です。でその後こちら、あさっての15時には中心気圧990ヘクトパスカル、最大風速23メートルぐらいの勢力で東日本の太平洋側付近に達する予想です。この後木曜日には東日本の沿岸部にかなり接近あるいは上陸する予想でして、その後関東付近を通過して金曜日には三陸沖で温帯低気圧に変わるというふうに見られます。で今回の台風ですけれども雨が相当多くなりそうです。こちら23日の午前0時から25日午前0時までの48時間のトータル雨量なんですけれども、最も多い予想になっているのが伊豆諸島北部で400ミリ以上、また赤い色は300ミリから400ミリの雨量なんですが、伊豆半島付近や関東の南部で、そういったかなりの雨量が想定されます。今回は大雨に対しては広い範囲で厳重に警戒をしてください。また風ですけれども、こちらが明日の15時の予想です。もうすでに西日本や東日本の沿岸部では平均風速で10メートル以上といった地点が出てきますし、ピークとなる24日には東日本の太平洋側などで瞬間風速が30メートル前後に達する可能性があります。飛びやすいものは家の中に片付ける、そういった対策は明日のうちに済ませるようにしてください。以上台風12号の情報をお伝えしました。